ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回ご紹介するのは BMW の5シリーズ、まあすでに実を言うとゴーカーチャンネルでは5シリーズをご紹介しましたけれども、今回はその5シリーズの中でもプラグインハイブリッドですね、 530E i パフォーマンスという車を取り上げたいと思います。でまあ、このゴーカーチャンネルをずっとご覧いただいている方、視聴者の方はですね、実は私が昨年の2017年の、私個人のカーオブザイヤー、その名もゴーカーオブザイヤーというもので、この5シリーズ、それもその時は ディーゼルエンジンを搭載した 523D でしたけれども、その車を去年一番良かった車だというふうに、発表いたしました。でずっとこの5シリーズも他のエンジンがありまして、ガソリンエンジンのもの、それから今回ご紹介する、i パフォーマンス E の i パフォーマンスと呼ばれるプラグインハイブリッド、それから6気筒のエンジンもあるもんですから、いろいろ乗りたいなというふうに思ってたんですが、今回、まあ、幸いにして、プラグインハイブリッドの試乗車が出来上がったということで、今回はこの車を中心に取り上げます。ですから、車の、シートの高さとか中の広さとか、操作系のスイッチ類の説明はどうぞ 523D と共通でございますから、そちらの方をご覧いただきたいと思います。今回は簡単にそのプラグインハイブリッドのお話をしたいと思いますので、まあ一回ボンネットを開けてみましょうか。で、このまあ、ちょうどエンジンのところに E ドライブというふうに入っておりますが、基本的にはですね、2リッターの直列4気筒のガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせたものというふうにお考えいただければと思います。トータル最高出力はトータル最高出力というとちょっと難しいかもしれませんが、ガソリンエンジンと電気モーター両方を組み合わせた状態での最高出力とお考えください。これは252馬力、185kW です。で、トータル最大トルクは 420Nm、42.8kgm というふうに、なっております。で、0-100 キロ加速は 6.2 秒。まあ、このあたりはやっぱり電気モーターの力を利用しますから、かなり俊敏に行くんだろうと思います。で、燃費もですね、1リッターあたり 17.4 キロということで、まあ、このあたりはやはりプラグインハイブリッドのメリットが出ていると。いうふうにお考えいただければいいと思います。で、組み合わされるトランスミッションは8速のオートマチックトランスミッションです。で、エクステリアの違い、実は今回もこのようにしてですね、見ていただいても、前回の 523D とほとんど違いがわからないというふうに、思われるかもしれませんが、いくつかありまして、ここにですね E ドライブというふうに入っているのが一つ、それからここに 530E というふうに書いてあるのが一つ。で、この車は M スポーツだから M になっているんだと思うんですが、ここに I と他のモデルでは、ついているというふうに言われております。で、このパワーユニットなんですが、まあ、電気を要はバッテリー、充電ができるようになっているわけですね。で、充電の位置は左のフェンダーのところにあるんですけれども、電気モーターだけで、時速120キロまでの速度域で最長で50キロ、電気だけで走れるよというふうにメーカーでは言っております。まあ、これがですね、その時の電気の使い方によって随分違うもんですから、最長50キロというふうになっておりますけれども、まあ、それぐらい、電気を他に使わない場合はそれぐらい走れるというふうに言われております。なお、先ほどトータルの出力を申し上げましたが、エンジンの出力自体は184馬力のエンジンで、モーター単独の出力っていうのは113馬力というふうになっています。で、まあ、その他の安全システムですとかそういったものは、523D の方で、お話をしましたので、まあ、今回の、話の中心はこのプラグインハイブリッドの走り味、それから重量も重たくなっていると思いますので、1910キロになってますから、その重量が増えた分乗り味がどうなっているのかとか、そういうレポートをしたいと思います。ゴーカーチャンネル、
はい、530E、一つ大きく違う点がありましたのでご紹介したいんですが、どうしてもこの車ハイブリッド用のバッテリーを搭載しなければいけませんので、その分トランクが若干狭くなっています。ちょっとそこでトランクだけ、広さを見てみましょう。今またキーを持った状態でバンパーの下に足をかざすことで、トランクのゲートを開けてみました。でもちろん上げる位置などはそれほど変わりません。一応測っておきますけれども、地面からだいたい67センチぐらいというふうにお考えください。で、ここの高さがですね、前はもうちょっと低くなってたと思うんですが、それが真っ平らになりました。奥行きなどは多分変わっていないと思います。だいたい約110センチぐらいです。で幅方向が、87センチぐらいというふうにお考えください。でここがこういうふうになっているんですけれども、ここから先がですね、ハイブリッド用のバッテリーになっています。この深さが若干あるんですが、だいたい10センチぐらいのものが、この下に入るようになっています。どうしてもこう高さの分だけが、ちょっと普通の、ディーゼルやガソリンに比べて下がっているというふうにお考えください。で締める際にはまた、足で締めることができます。これはまあ、今までとも同じですけれども、こういうふうになっています。では今から試乗に行ってみましょう。はい、プラネットチョイス新しいコーナー前回からスタートしましたけれども、まず第1回目の私の気になる車をちょっと見に行きましょう。それは何かというとこの車です。シトロエンの C5 ツアラー。もうシトロエンの C5 ツアラーは生産が終了してしまって、まあ、なんといってもこの車の特徴はですね、車高調整ができるハイドロニューマティックって昔は言ったんですが、ハイドラクティブというサスペンションです。今一番車高下げていますけれども、なんといってもこの車の乗り心地のその他の車には味わえないですね、不思議な、感覚、これが何とも言えない1台です。ガラスルーフもついていて、トランクルームも広々していて、さらにもう一個この車で嬉しいのは V6 の3リッターエンジンのモデルっていうところなんですね。1.6 リッターのターボに途中で変わりましたけれども、この3リッターの V6 の滑らかなエンジンと滑らかなサスペンション、これが私のすごく気になる1台。第1回目に紹介したのはこの C5 ツアラーでした。